ばんは。帰ってきました。家の方にティーバラありがとう。かわいい猫ギフトありがとうございます。今日までのやつをテロップに書きました。地域会お話し会の地域館の実際とスタジオの放課後ホームルームの申し込み今日までです。よろしくお願いします。こんばんは。あ声おかしくない。ポトフを食べたんですけど、さっきなんか味変、お昼というか朝ごはんに食べたポトフはコンソメ味で、味変したくてキムチを入れたら入れすぎて辛すぎますってそう、美味しいんやけど後味辛いみたいなで、なんかおかしくなりました。あーはーはーはー、キムチポトフ今からメールで送りますね。いちごありがとうございます。メロンガシーさん、ポトフは痩せるって書いてありました作るの簡単やし汁やしって感じで紹介してたんですよ。痩せ飯痩せる食事みたいなやつ。そうある、じゃがいもとか人参とか玉ねぎとか死ぬほどあるけん、それを使ってやってみようと思って朝作っていきました。でも変じゃないよね。こんばんは。キムチ鍋の素をめっちゃ入れたいけど、喉おかしくないので入れすぎは注意。こんばんは。自分で作りましたよ。放課後ホームルーム申し込んできた、ありがとうございます。魔法のカードだけしか選んで、いつのと変わったん。こんばんは。フォローしました。セサムさんありがとうございますって倒れてきた。
ごめん、アイさんにしか分からない。多分喋ってる声は普通に変じゃないけん、喉が変なんですよ、辛すぎて。最悪だー。あら、ありがとう。最悪だー。今日の服めっちゃ可愛いよね。今日のコーディネート、自分的とてもお気に入りです。いいやんって感じ。ええやん。これプチプラコーデです。来た。なった。自分的お気に入りプチプラコーデです。ね、わしが着てるからいい感じに見えると思うんですけど、こちらの中のシャツはザラで、この紫のセットアップはウィゴーです。昔ウィゴーでお仕事をした時に、自分でコーディネート組んだ時にこれを選んで、お気に入りで自分で買ったやつ、ザラとウィゴーのプチプラコーデです。かわいいです。これはキラキラネクタイ、これはお気に入りアイテム、ロニーです。ロニーで買いました。小学校の時から使っております。なんでね、買ったんか忘れた。多分ママが一目惚れしたやろね。あんま使う機会はないですけど、可愛いんです。ゴールドもありまして、可愛いです、これ。こんばんは。プチプラスクールテイストファッション。制服っぽ私服コーデです。 D にっても少し買うつもりです。ありがとう達也くん。月曜、来週の月曜から D 日程なのでよろしくお願いします。ありがとう。バラありがとう。平日なので。そうだよね、木曜なんかちょっとだけそんぐらいよね。水曜だって平日やね。倒れた。しかも充電ないし、やば。やばたい。びっくり。充電がなくなってる。なぜ？充電しながらやってたはずなのに。なくなってる。こんばんは。こんばんは。
さては2000日です。そう、2000日記念日です。え、なんでなんで来れるよ、な来れてはなんで倒れる、今日はこんなに。2000日記念日です。アリコン見に来てください。超10代、またある。訪問ありがとうございます。 ST48 のミネシャリサです。右へのハートを押してルームフォローお願いします。ありがとうございます。チキカありがとうございました。こちらこそ。お話し会もねある中、席の方まで申し込んでいただいた皆さん、本当に感謝、感謝があふれて止まらないです。ありがとうございました。このね、申し込ん今回申し込んでない方にちゃんと後悔してもらえるよう、今回はちょっと工夫をしてみましたので、おしゃれに、いかにおしゃれチェキを届けられるかという工夫を凝らしてみましたので、そう、買ってくださった方は届くのを楽しみに待っていてほしいし、めっちゃ可愛かったって拡散してくださいね。買えばよかったって思ってもらえるようにご協力お願いします。でもね、写真がね、この服、着替えて撮って着替えて撮ってってだからさ、3パターン撮れてないんだよね。マネネさんとカフェに行ったから1万円1回だいや1着目1着目の写真はあるんですけど、上半身だけ。2着目に着たブラウン制服がないんだよね。とこれとジャケット風制服と、2着目はゴールドのネクタイしてセーター着たやつ、チェックのシャツ着てグレーのセーター着たやつが、写真がないんですよ、ごめんなさい。バラありがとう。1枚だけしか申し込んでなかった。ほんと1枚でも申し込んでくれたことがとても嬉しいです。ありがとう。本当にありがとう。ネクタイは結ばなくていいやつです。もう形になってるやつ。ギャル、たまたまね、これが紫でこれがぴったりじゃないかってことでこれも持ってったんですけど、いい感じでしょ。いい感じ。なんかおしゃれげなさ、映ってもオッケーなさ、なんか
こういうの持っていけばよかった。こういうノートを持ってってさ、わかる？こういうなんか本読んでますよみたいな。そういうのもやりたかったな。写ってもいい系の本はなかったです、事務所には。こういうの持ってけばよかった。またまあ機会があればこうやってなんかペン持って勉強してますよーみたいな、イエーイみたいな、こう教科書ですよこれみたいな、取ればよかったなーって今思ってます。こんばんは。メガネかけて、あ、そこ、ん？そう、伊達目黒の持ってってたんよ。これともう一個、それもつけの忘れてた。伊達目は持ってってたけど忘れてて、本は持っていけばよかったなって今思っているところです。かなピエ、なんか今どこだっけ、なんかアイさんグッズで、あ、これこういうの、なんかハリーポッターっぽいでしょ、洒落てる。今出してもあれないけど、これはノートです。こういうめっちゃかっこいい、こういうやつです。取ればよかったね。これは大先輩ベビーメタル様のグッズかな。ハリーポッターっぽい。ベビーメタル様のグッズです。ここにあったのか。よっ、にゃっ、やばい、入らない。行けばよかったね。送ります。もう一度。もう一度送ります。あれ？あれ？
送ります。ツアー、あ、送りました。はい、OK、 メール送りましたので見てください。ベビーメタルさんご利益あるからね。こういう感じ。飾っとこうかな。かっこいい。かっこいい。閉まるね。こんばんは。配信中はメール送れないということ。なんで？二台持ちだからできますけど。お。でもあれですね。あの何？配信中に携帯触ってるって思われたらあれかなと思ってあんまやってないだけですよ。今止められたかよ。今ここがダメだよ、ここ大事だよっていうのが来たので、これを直して送りました。配信終わったら送れないのでね。こんばんは。どうもありがとうございます。さん、え、すごい、右上のハートを押してルームフォローお願いいたします。 ST48 の三好ありさと申します。ルームフォローお願いします。放課後ホームルームね、本当に釣られない自信がある人だけ来てください。生電話、生電話おもろいね。お話し会今日ですね。今日まで、まあ、DD の方にはお得って感じの、1回で2人と話せるのでね、お得って感じなんですけど。そう、サタン推しの方はね、釣られる自信、釣られるかもしれないって人はね、あの個人の話し会の方を来てもらって、ホームルームじゃなく個人の方を来てもらってって感じですね。そう、釣られない自信あるよって人は来てください。今日までなので申し込みは。絶対釣られない自信ある。すごい、さすがやん、よりやん。そうね、何話そうかな。そうね、そこよね。私もホームルームは苦手です、言っとくと。最初に言っておくと、ホームルームは苦手です。メンバーがどうとかっていうの以前に、コウコちゃんとかお友もやったことあるけど、あーホームルームってむずいねって感じ。そうむずいねって感じ。わーわー、初訪問ありがとう。
右上のハートを押してルームフォローをお願いします。ありがとう。話すことは決めている。さすがやん。すごすご。二人連、あ、二人、まだ二人連の方が楽しかったな。あいつはマリナとの二人恋愛がめっちゃ楽しかった。めっちゃ好きでしたよ。マリナかのんちゃんかしか、うーん、前はともあったかな。あと誰とやったかはあんま覚えてないですけど、マリナと二人恋愛めっちゃ好きだった。楽しかったです。アウェーなお話されたやつ。そうね、そう、こんばんは、バラありがとう。私が陰キャだから入っていけないからさ、その会話に。わかる。お話し会、個人のお話し会に来てくれてさ、話がさ尽きることってないじゃないですか、別に一対一だしって感じだけど、その例えばアイサの、アイサ推しじゃない人と一緒にやっている人、まあ、今回出たらリオツンとリオツンファンの人とかが二人で話し始めてたらさ、どうやって入るみたいなならん。二人でしか分からん話とかが始まったら、これいる意味あるかなみたいななるやん。それをが難しいよね。見守る係になる。なるやん。そういうのが難しいんですよ、放課後。何？ホームルーム。私で苦手なやつです。死ぬ。へへへへへ。今日のアイちゃんコーデめっちゃ好きです。嬉しい。前もお気に入りやな。これめっちゃ久々に引っ張り出しましたけど、これいい感じやね。かわいいね。こんばんは。顔絶対見る、やめて。って感じの。おもりょ。他のメンバーがそうなってたけど、そうなりがちなんやって。そうなるんですよ。こんばんは。こんばんは。教育の決算も今日です。あ、そうなんですか。そうなんだ。歌唱力の決済も本日までらしいです。よろしくお願いします。それ忘れたらやばいね、みんな。それ忘れんやろ。分からんけど、今日までだそうですよ。それ忘れたらせっかく当たったのに見れんことになりますからね。それは忘れんよね。
釣られるかどうか試しに申し込みました。逆にね、嫌だな釣られてるとこ見るの。ああこれは釣られてるわなる場合もあるってことやんね。かなぴーん、こんばんは。2人分決済してます。誰だお相手は誰だお相手は。即興劇どういうこと。両席まだあれか、席は分からんのか、歌唱力当たったか当たってないかだけか。だるまありがとう。日本青年館で歌うの初めてです。初めてです。あともう3週間ぐらいなことにびっくりです。やばい、明日であと3週間か。明日で残り3週間。でもユニットの方がなんかすごいよね、早い。で明日にしかさ分からんのに、結果がユニットの方が1日早いっていうね、シビアですね。どうなるんやろ分からんけど、すごいですね。だるまありがとう。ユニットシビアだね。そうめっちゃなんでユニット出なかったねんって先生に言われるけどそうすみません本当にって感じごもっともですね、すみませんそんなにね、STU 誰も出ないってことになるとは思わんかったやんおみんなやらんのやんと思って相当びっくりしましたけど、そう、トラさんだけやね。来年ね、清水さんが帰ってきたら池ありさらでやろうかな。池ありさら三姉妹最強ユニットを組もうかな。こんばんは。ハワイ旅行頑張ろうなって感じでやってそうじゃない。そう絶対優勝しようなっていうか絶対ハワイ行こうなって3人でハワイ行きたくねって感じでやってそう。モティラこんばんは。
犬アリサラダサラピ、そっちそっちか、そっちの3人か。サラピ歌唱力で出んやろおもろ、そっちか。シミサラやないんや。ユニットルールできたと。あーそうなんかな、どうなんやろね。どうもありがとうございます。でもさ、もし分からんけどさ、ユニットとその個人でさ優勝した人じゃないですか、その旅行みたいな。その3人はさ3人でやりたいけん組んどる3人やけどさ、その1人はさ、どうなるやろね。例えば何、 ST の3人が優勝するとするじゃないですか。例えば ST の3人と、うんうん、この優勝したのが ST じゃなかった場合、もしよ個人、めっちゃ気まずいことになるならんのかな。ドラさんっていうこの絆が固い3人の中に、ね、姉妹グループの誰かさん、誰か様がこう一緒に行くってなったら、あってなりそうおもろ、どうなるやんね。初訪問ありがとう。知らない3人で気まずったハワイ、それはちょっとまじ陰キャなのですいません、楽しめないですつらい。もしもしが仮に個人優勝しました、イエーイ優勝だってなるじゃないですか。で例えばユニット戦の方がドラさんじゃなくて、うん、HKT さんの3人でしたとかなったら、あこんにちは楽しめないですよ1ミリも。私はそうなった場合やばい、これ大変だやばくない。うんばん、だからそうなった場合はもう自腹でもいいから池田を連れていくしかない自腹で来いあんたはって逆かもしれんしね、アイサが自腹でいい、あじゃあ行こうかって なるかもしれん。フォローしました、ありがとう。そう分からんけど、まあそれもありやな、全然フォローしました、自腹でひょこひょこついていく。普通に行きたいもんね、ハワイ、ハワイ、ハワイ。どうもありがとう。右上のハート押してルームフォローお願いします、ありがとう。まあそこの気まぜっとな感じなのは一旦置いといて、まあ一旦考えずにもし優勝しても気まぜっとになるなっていうのは一旦考えずに、目指すは優勝で頑張りたいと思います。そう、目指すはね、気持ちは目指すは優勝で取りに行きますよ。こんばんは。準備は、そうですね。服が決まってないです。服が決まってないです。ST の衣装の中から選ぶのか。自分で
コーディネート組んだやつにするのか。あら、ありがとう。曲はもちろん決まって毎日練習はしてるんですけど、あとは服が決まってないですね。イメージが難しい。どういう服でやるみたいな。3月3日チケット当たったので応援行きます。ありがとう、頑張るぞ、頑張るぞ。こんばんは。ブランドはステージ向きではないんだよね。普段使いしたら可愛いっていうデニムなだけだから、ステージであれで出てきたら地味すぎる。びっくり、どうした、あれに全部スパンコールつけな。スパンコールつけてレースつけてリメイクするならあれでもいけるけど、歌声めっちゃ好き、嬉しい、ありがとうございます、ありがとう。そう言ってもらえてとても嬉しいです。ルコンスと天秤の歌泣いちゃいます、本当泣いちゃいますじゃなかった。嬉しい。自分ではさ嫌いになる時もあるやん、なんかみたいな、こう歌っとる時はそう聞こえとると思わんのやけど、録音して聞いてみたりとかしたらなんかね、なんか録音して聞いてみる声ってなんか違う声に聞こえるわけですよ。だから「みたいな「キモすぎん?」なる時あるんですよ。自分の声キモすぎんかみたいな。からね、いい、私にしかない声だよみたいな言ってもらえると嬉しいですね。フォローしました、ありがとう、ありがとう。でも2曲目、1曲目は別に感じの泣ける曲ではないんですけど、私のずっと好きな歌、そばかすよりも前からお箱かなこれって思ってたやつがあるので、1曲目はそれなんですけど、そう2曲目は最近チェンジした曲で、いい曲なんですよ。これはこれでね、これなれ、この歌詞が届いたら感動してもらえるかなみたいな曲を選んだので、2曲目歌いたいですし絶対に。
2曲目で勝負して、あれですね、3年前は8位終わったんですけど、8位以上順位を取って帰れるように頑張りたいなと思います。はい、めっちゃ気になりますうわ、またそれできたかってなるかも。今の私を歌った曲この絶対歌いたい、だから本当に頑張るぞ2曲目歌えずに帰るのが一番虚しいですからね一番辛い。そう、どん底みたいな、どん底生活、苦労人みなしありさっていうのを表していただいた曲ですかね。こんばんは。それはアリコンに入れましたねアリコンに入れたよ、いい曲、マジいい曲。こんばんは。笑顔のチャンスですあのさ、あの2曲目に歌おうとこの前まで知ってたのが笑顔っていう曲なんですけど、私の2曲目にしようって思ってた生き物係さんの笑顔っていう曲なんやけど、それ練習しようと笑顔って調べるたんびに笑顔のチャンスがその下に出てくんのそう、ちょっと面白かったです、やめたんですけど笑顔に捨てましたが、ついこの間買いました。おんぷありがとう。いい歌なんですよ、それも歌詞に惹かれてこの曲にしたんですけど、みんなにこの歌詞を届けたいなと思って、いい曲すぎたから。だけど歌唱力で戦うってなったらちょっとインパクトが薄いんじゃないかという感じでやめます聞いてみてください、一回聞いたことあると思う、 CM かなんか使われてた曲、笑顔って YouTube で調べてカラオケとか流してたら笑顔のチャンスがその下に出てくるの思うよ。どうもありがとう。それもね、心しびれたいい曲だから、まあなんか歌える機会があったらどこかでいいなと思います。
こは笑ってほしいんだ。だから君と生きていたいんだ。かけがえのない人よ。僕は君を守り続けたい。君がそこにいてくれることが、ただその小さな奇跡が、何よりも温かい。だから僕は強くなりたい。オープン、ありがとう。全然違う曲にしました。でもそれではランキングいきます。13位マミリン、12位ヒロタンタン、11位あずきちゃん、10位聖一郎さん、9位メロンガシーさん、8位オガちゃん、7位ビッグエブさん、6位プリンセスモンハッチさん、5位セイガくん、4位ヒゲノマサさん、3位ソウちゃん、2位オッシャン、1位はドルルン、エスメイさんです。ありがとうございます。ありがとう。歌詞泣けるね、歌詞泣ける、サビの歌詞がね、全部の歌詞泣けるんですよ。顔に私が選ぼうとした曲なんだこれがって感じで聞いてみてください。一回私が届けたかった歌詞はこれだって感じだから聞いてみたい。欲しいね。悲しいこともある、嬉しいこともある、でも全部笑えたらいい、全部抱え生きてゆけたらいい、全てがまた変わっても何度でも花を咲かせようっていうね。いい曲。チェキ待ってます。ありがとうございます。ね、決済 C 期間の決済とスタジオのホームルームと何だっけ、歌唱力、歌唱力決勝戦のやつ今日までなのでよろしくお願いします。イエイ。次回申し込んでくれた方本当に感謝、本当に感謝です。あの貴重な世界に1枚だけのチェキを受け取ってくれてありがとう。ビッグラブです。チェキ届くの楽しみにしていてください。ありがとうございました。ではまた明日、バイバーイ。また明日です。おやすみなさいませ。